はい、皆様こんにちは。ガボラトリー将軍でございます。本日は、このスカルクリップのこれなんでなんていうんだったか名前ちょっと忘れたんですけど、トライアングルのこのフックなんですね。これこのこうよく見てもらうと分かるけど、こう食いつくようにできてるんですよね。クッとこう引っかかるようにこう。わかります？これこうだから結構よくできてるんです。普通こうパッと作ったように思うだろうけど、これわかります？これこういうふうにこうへっこんでるんですよね。この部分が、その三角の部分が、でこのこっち側に出っ張ってて、こうガボッとはまるんですね。これはこの中にバネが入ってまして、こっちもこれこういうバネが入って、これスラッシュのコンサートの時に作ったんですよね。このクリップはね、ジャンプして、なんていうんですか、普通のフックだと取れるんで、まあこのクリップになったんですね。まあこのでこのスカルはもう普通のピンズをペチャッとくっつけてあるだけなんです。でこれマルテスクロスのリベットが打ってあります。まあ、ここもちょっと場合によっては変えようと思ったら違うマークが入れられます。まあ、ここにこれどうやって入れたのかわからないけど、バトラックスが打ってありますね。他はないけど、あ、他に何もないんだね、これ。あ、ここにあるのか。まあ、この、ガボール生前並びでちゃんとこう打ってあります。これですね。これなかなかよくできてますよね。こう手軽で便利で、こうつけてこっちからガチャッとはまって、こういう感じなんですね。でスカルもちゃんとこれ結構すごい顔してます、まあ本日はこんなところで失礼いたします。ご清聴ありがとうございました。ピコピコ。